ワールドカップ対談分析動画、引き続きカジさんと一緒にお願いします。ペルーですよ。はい、こちらペルー、僕、2、3試合見させていただいたんですけど、カジさんが思うですね、こちらのペルーの、印象だったりとか、チームの構造、守備はね、本当にこう、8枚っていうか、サイドハーフ含めて、非常に粘り強く守っていくんですけど、攻撃は、カウンター頼みっていうよりは基本的にジョトゥンとタピアを結構起点にしながら、そんなにこう細かいパスを回すわけではなくて、ちょっとミドルパスをうまく使ってサイドを起点にして、でこうゲレーロとか、ゲレーロファルファンって、ちょっとこれ期待そうですよね、希望のツートップって感じで、今までこんなにやってるわけじゃなくて、ゲレーロに関してはコカインとかの問題で、そうですね、あれなんじゃないかな、それが短縮されてね、無事出られることになったので、なんでファルファンと今組んでたのはルイディアスだったりとか、そうですね、基本的にはそうですね、なんですけど、こっちの方が夢があるだろうというわけで、4-2-3-1 気味のね、でクエバがトップ下に入るっていうのがオプションもあるんですけど、ただ今やってるね、親善試合とかで見ると、4-4-2なのかなっていう、ある程度こうワールドカップ仕様なるのかなと思いますけど、ただ、名前だけ見ると、そのペルーってそんなにこう知られてないというかね、隠した感ありますけど、実はそうでもないんですよね。南米予選とか見てても結構ブラジルとかアルゼンチンと真っ向勝負して、いい試合をして、で結果も出たりしてるので、最終的にはね、大陸間プレーオフまで行きましたけど、その真っ向勝負できてる要素っていうのはどういったところがありますか。まずそれぞれのしっかりこう人だけじゃなくて、そこに対してのカバーリングとかサポートが非常にしっかりしてるのと、あとは変なつなぎ方はしないですよね。割とシンプルに高い位置までは行って、ただその後はもうドリブルでこうしっかり突っ込んでいくとか、そういったこうちょっとその意外性とかね、出しながら、だから守備でなんか変なミスを犯さないっていうのはありますね。そんなにこうスピード感はないんですけど、やっぱりこう南米のチームなんで、でもね、非常にこう態度ですね、ここは操る方だとしたら、ここはまあ使われる側になると思うんですけど、ここ入ってきたりとか結構しますよね。特にクエバーっていうのはもう基本的にトップ下の選手なので、彼は非常にキーマンになりますね。なんでここ入ってきた時の、僕は見た試合ゲレールいないんですけど、この連携と技術がすごく高い感じがして、そうですね、ここで攻め切っちゃうみたいな、で逆にサイドバックがそんななんですか、大胆にここが空いてるからってオーバーラップしてくる感じじゃないんで、それのせいで幅ができない時あるんですけど、その分カウンターも食らいにくいっていうところが、今聞いてて戦える理由なのかな、攻守のバランスをほぼ崩さないですね。はい、そうですね、どんな時でもチャンスでも、やっぱりそんなにこうだから前線にすごい迫力を使っていくっていうかね、かけてはいかないんですけど、ただ全体として常にこうこの6枚っていうのはほぼ崩れないですよね。それで言うとあれなんですかね、さっき変なビルドアップはしないとおっしゃいましたけれども、僕が見た試合だとセンターバックからの大胆な縦パスみたいなの入らないですよ。でここって入るとくさびになって相手が収縮して裏抜けてってなるんですけど、取られるとこう最短距離カウンターになりますんで、そういったところで結構フリーのサイドバックいたらそこに振るところから始めるんで、それとかもリスク管理もできつつ、前まで行ったらここの技術使えるっていう感じなのかな。そうですね、で基本サイドもこう振りながら、でも結局は起点はこのタピアとジョトゥンなんですよ、もうここがもうほぼ生命線というか、守備でも攻撃でも、でここも起点になるんだけど、じゃあすごいそれでわーって追い越すな飛び出するかとかほとんどせずに、守ってしっかりバランス取り続けて、結局はこの4枚で最後仕留めるという、でこのクエバっていうのがサンパウロのね10番つけてるんですよね。ああそうなんですか。へえ、これなかなかこうペルー人がそんな長いね、サンパウロの10番をつけているっていうのはなかなかこう想像しにくいじゃないですか。で本当勝ち取ったってことなんですよね。はい、これ相当なことですよ。だから彼はヨーロッパとかでね、世界的に日本でもそんな知られてないですけど、実は相当タレントなんですよ。アジアで言ったらあれですか、じゃあタイ人が鹿島で10番つけた、そんなもんですよ。はい、そんな感じです。なかなかこれはね、そ
そこが楽しみですね、はい、なんであとは僕見たところで言うとその、ツートップの一人のルイ・ディアスですかね、はい、あのルイ・ディアスがねまた入ってくると、はい、ちょっとその前線の運動量とかもできますんで、そうですね、その選手はプレスバックで守備したところからこの4人っていうのがあるんで、はいはい、だからねゲレーロ・ファルファンっていう時はもうこの2人はもうゴール前でなるべく勝負してもらうと、どちらかがじゃあジョッパーですか、うん、まあ、基本はね、そうですね、攻守のバランスを考えるとそうですけど、はい、まあ、対戦によるんじゃないですか、試合のね、はい、ハードに、はい、だからそれが例えば、はい、あのフランス戦とかになったら、はい、どうしてもこう守備のプレスばっかり必要になって、やっぱりこうルイ・ディアス入れなきゃいけないとかなるでしょうし、はい、であとは時間帯でゲレーロ・ハルファンっていうところが終盤とかね、はい、あのそういう並びになるとかっていうところの組み合わせはいくつかあると思います。はい、フランスに関してはサイドバックを上げながらビルドアップするチームで、はい、もしかしたら後ろの枚数が足りない時に奪うことができたら、そうですね、その4人で攻撃完結させられることを考えると面白いですね、はい、できますね。でクエバって本当にボール失わないので、はい、ここフランスの右サイドバックとかでも相当大変だと思いますよ、はい、あとこう入ってカンテ対クエバとか面白いですね。カンテクエバね、これ熱いと思いますよ、はい、これちょっと裏注目ね、はい、マッチアップとして、確かに、でカンテがそれでずれたところにカリージョが入ってこれたりとかするんで、はいはい、そうですね、はい、ちょっとフランスが攻めきれるからと思って、うん、その低い位置の選手、はい、中盤の選手を攻撃的にしすぎたら、はい、ちょっとあれですね、ユナイテッドセビージャみたいな感じで、はい、ポグバが戻ってきてなくてやられるみたいな、そうですね、あるかもしれないです、はい、僕ねあのフランスペルーね、はい、これ現地取材する予定なんです。あ、そうなんですか、はい、じゃあもう生でカンテ対クエバが、ね、今すげえクエバの上昇させますよね、はい、この番組、いや僕もめちゃくちゃ楽しいですよ。僕が試合見ててカリージョに注目したんですけど、むしろクエバの方ですね。そうですよ、サンパウロの10番っていうのを聞いて、やっぱ本当ボール失わない選手なんで、ここで起点作れちゃえば、はい、総合的にフランスよりも落ちても、はい、あのそうですね、一穴開けられる可能性あるんですよ。はい、確かに、はい、そういったところで、まあ、その後カウンターとかの時にここまでつなげるかどうかっていうところが重要になってきますよね、はい、でその辺で前からプレス、ペルーって あんまり知られてないですけど、フィファランキングすごい高いですよね。あ、そうなんですか、はい、11位とか、そんな高いんですか、へえ。だからね、結構そういうな大国とバチバチやってるんですよ。じゃあこれポット2とかになるんですか、これって C になると、はい、フランス、ペルーとかになるんですか。だからあのランキング的にはデンマークより格上なんじゃないですか。あ、でしてあれですね、僕も見た試合はクロアチアにですね普通に2対0で勝ってるんです、うん、だからか、ちょっとね名前であんま判断しない方がいいです、はい、このペルーっていうチームは。確かに、はい、そうですね、クロアチアに関しては、うん、そのやっぱり後方の選手のプレス体勢が弱いんで、うん、そこをこの前からプレスかけて、はい、早めのカウンターでやるみたいな。だからそれをデンマーク相手にできるかとかね。そうですね、うん、ちょっと楽しみです。絶対そこ想定してこの試合組んだんで、はい、それをそのままできるか。あと僕見てて思ったのが、この空中戦、ここに放り込まれた時は怖いんじゃないかなって思ったんですよ。まあでもタピアとかも競れますよね、しっかり。ああ、このセンターバックのところありますか。まあだからヨーロッパの、組み合わせそうですね、の相手にオーストラリアがいるんで、トップクラスになってくるとちょっと難しいところはあるので、はい、なんでここでオーストラリアのさっき言った、ジュリッチでしたっけ、ユリッチ、ユリッチとかがここ使われるんじゃないかなと思って、ってなるとペルーが前からプレスかけてくる、オーストラリアは後ろからつなぐの下手だったら、ユリッチでここ落としてこの辺にアーバインとかそういった選手で2列目試合、そうですね、いいね、オーストラリアにはあんま負けないんじゃないですか。あ、イランだったら危なかったと思いますけど。あ、本当ですか。結構そこはやっぱレベルが比較的、うん、オーストラリアはやっぱチームができてないから、うん、監督変わってる、はいはい、2試合ですもんね、まあ、ペルーじゃないですか、分かんないですけど、まあ、10回やって9回ペルーじゃないですか、まあ、はい、僕もペルーに行ってもらった方がやっぱりクエバが見れるんでクエバを長く見れるんでいいんですけど、そうですよね、やっぱりオーストラリアの人も見てるかもしれないんで、バランスが僕がこれ、ね、でペルーが 2抜けで行くと、はい、アルゼンチンが相手と思いきや、アルゼンチンがやらかしていませんでしたってですね、アイスランドとかクロアチアとかがいるっていう、わかんないですよね、アルゼンチンが、ね、2位の方になってフランスとっていうね、ああそれここでいきなり来ちゃうかっていう、楽しみですね。まあ、こんな言ってて普通にナイジェリア対ペルーとかになって楽しめる人には楽しいんだけど、楽しめる人には楽しいですよ、こう一般ファン的に非常に地味なだこういう時ってやっぱグループリーグで何かが起きてますからそこを見てる人とそうじゃない人で、ね、でね、一応ワールドカップってチケットの値段って上がってくるんですよね、はいはい、それで決勝トーナメントでナイジェリアペルー、いや俺は楽し
しい。そこでほらすでにチケット買ってる人っているじゃないですか。確かにここはこれが来るぞみたいな。だからあの C の1位対なんか D のあれとかで買ってたじゃないですか。2位でフランスアルゼンチンの可能性高いな言ってて全く逆のそしたらペルーナイジェリアだったっていうのはまああるかもしれないですね。はい、でもその時はペルーもナイジェリアも IE チームなんだってグループリーグで認識されてるとは思うけど、はいはい、はい、ね、でもまあそういうのも含めてフランスアルゼンチンを、ね、楽しみにしてた人には非常にね、はい、この動画を見た後に一試合ずつ追っていたら、はい、どんな試合がベスト16で来ても楽しめるぞっていう、そうですよ ね、というわけで、はい、ペルーじゃあベスト16ぐらいですか。ベスト8そうですね、はい、あの順当にいけば、はい、なんとかそのデンマークよりも上に行く、はい、もちろんデンマークも力があるんで、はい、そこはまあイーブンかちょっとペルーが少し上なのかなっていうぐらいですけど、はい、はい、だってもう世間的には多分デンマーク上にされるんじゃないですか。そうですね、対抗っていうふうに。だからパナマとの戦いとか見てても、うん、デンマークとペルーの仕上がりどっちかっていうと僕もペルーの方が、ね、というふうに思いますね、はいはい、なので、はい、なんでではベスト16まで行ってそこからは、D で来る相手次第でっていう、ね、そうですね、はい、はい、アルゼンチンがやらかしてるかどうか、やらかしてるかどうか、楽しみにしましょう、はい、というわけでクエバ対ベッシーに行きたい。アルゼンチンがやらかしてるの楽しみにしましょういや、やらかしてほしくないクエバ対ベッシー見たい、はい、というわけで、ペルーの分析でした